龍が如くゼロ、前回の続きからプレイしていきましょう。よし、おら、よいしょ、長門でも捕まんと終わらん。いってーよ、いってーよ、よいしょ、壊し屋でいくか。よいしょ、これ何が一番いいのか全然わからんな。チンピラ、チンピラかな。よいしょ、数が多いからなと言ってコーンが取れん、無理か。おい、まず数を減らすのが大事かな。よいしょ、よいしょ、おい、これあんまり効かないんだよな、倒してからの方がいいのか。いった、よいしょ、あー、いてててて、よし、ほら、やった。これは痛えぞ、頭突きする方も痛えだろう。よいしょ、あー、くそ、ダメか、ちょっとドス、よし、いてててて、やばい、よし、おい、よいしょ、ちょやばいやばい、一回回復するか。ススイススイ、能力強化もやっとくか、結構金あるもんね。行ってみて、結構金あるもんね。ガード使わないからな俺、1億いるんだもんな。ねえよ、お金が。よいしょ、よいしょ、よし、うわ、ちょっと待ってくれ、装備品じゃない、能力強化、これさ HP あるじゃん、あげとこう。涼みの涙みたいな感じだけどね。よいしょ、おい、よいしょ、いった、ちょいドス、いてててて、痛いな、もう、うわ、頭刺さないだけいいよね。よいしょ、全然バット使わなかったな最後。これでまたあれかな、増援が来てみたいな。なんて野郎だ、マジかよ。ビビってる相手とはいえ背向けんのすごいな。まあそりゃ表にもいるだろうよ。兄弟、頑固なやつだなおめえ。いつかこうなるほどは分かってたはずだろ。だがもう脅しじゃ済まなくなっちまって。立花の居所は後でじっくりお前の体に効く。そいつは相手どこで金がもらうことに変わりはねえがな。兄弟、手柄はてめえにくれてやる。だがこいつは俺がやるぜ。キリ、おめえがかばった立花はどうしてんだろうな。ここんとこばったり姿消しちまってる。連中、おめえを見捨てたってわけだ。風間の頭も、おめえを見殺しにする気らいい。報われねえな。今時の仁義ってやつはよ。立花は、必ず殻の一粒を手に入れる。そうなりゃ、あんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが、立花の居所は吐く気はねえ。今ここで追い詰められてんのは、俺だけか。知った風な口聞くんじゃねえぞ、若造へ。任せとけ、兄弟。俺がすぐに黙らしてやる。なんかつけてんじゃん。たっぷり楽しましてもらうぜ。キャリア！え、クゼちゃんだけじゃねえじゃない。いっぱいいんじゃねえかな。すいません。あ、すいません。いっぱいいるってことは。いや、ちょっと待ってくれよ。こういうの使わせてくれ。違う。俺が思ってたのと違うやつ。よいしょ。ちょっと待って。ほら。だからよ。待ってくれよ。ちょっと待ってくれ。だから看板を使わせてくれっつってんの。痛いよ。兄貴。クゼの兄貴強えよ。ちょっと、腰がやられたよ。ちょっと待ってくれ。待ってくれ。よいしょ。よし。オッケー。起きろ。兄貴よ。あんま聞いてねえな。よいしょ。よし。いった。やばい、死ぬ。お寿司。よいしょ。雑魚の HP が結構危ない。クゼちゃんにやられるとこだった。よし。オッケー。ちょっと待ってくれ。とらして。待って。まあ、だからこの看板を使わせろっつってんのよ。ほら。いや、ちょっとすいません。よいしょ。よし。あとは、こいつだけか。おい。おい、なまってんちゃうんか。おい、地下道でお前を負けとんやつは。起きろ。クゼちゃんよ。よいしょ。いった。よいしょ。おい。取らせろ。よし。ほい、パス。あんま関係なくね、その多少あんのか。痛い。すいません。よし。おら。おら。よし。クゼちゃんよ。ちょっと待って。やばい。危ない。よーし。おら。あ、ドスちゃんだ。ドスちゃんがあるぞ。よし、俺はやった。これでさ、致命傷になってないのすごいな。クゼちゃんなんか知らんけどどんどん弱くなってない？俺が強くなったのか。すいません、すいません、調子に乗りました。すいません、クゼの兄貴、すいませんこれムカつくだろうな。あ、受けられた。よし、おいもうちょっと危ない。ボクシングでいくつんならこっちもボクシングで行かしてもらいますよ。すいません。おいなんだ、舐めてんのか。へいほら遅いんじゃないですか兄貴。すいません。チンピラスタイルの方が強いな。強いっていうか俺に合う。やばい。あ、すいません。当たんなかったよ。へい。やばい。これ隙がでかい。隙がでかいよ。全然あれだな、ガードも破られるから避けた方が賢い気はするけど、全然よくらんね。寿司ちょっと待ってくれ。てかあいつら見てるだけかよ。手伝ったら上司でしょ。よいしょ。なんか下手なことするより殴った方が早いな。やばい。そうだね、やっぱ下手なことをするよりはとにかく殴った方がいいね。クゼちゃんどんどん弱くなってるよ。なんだ、キリュウさん乗って。立花早く。遅くなりましたキリュウさん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。喋ってる暇ないだろう。逃がせろおめえら。くすぎぎゅうもら。あれこれイタ車だよね。結構いい車じゃないの。ボッコボコなってたけど。島組の締め付けでうちの情報網も動きが鈍っていましてね。なかなかあなたの状況がつかめず、小田さんに知らせる暇もありませんでした。おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。あんたにも苦手なもんがあったんだな。苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです。緊張した。おかげで助かった。あんたが来なけりゃ、俺はあそこで終わっていた。俺は甘かった。自分はもっと強い人間だと思ってたんだ。だからどんなに突っ走ったところで、そのケツは全部自分で取られるつもりでいた。それが今じゃ。俺が近くにいるだけで、周りの人間が危険にさらされる。俺を守ろうとしてくれた人たちがだ。セレナのママ、風間のやつさ、錦、それにあんたも。結局俺はたくさんの人間に守られていただけだった。それに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしい。バカだった。私があなたならそんなことは気にしません。私はね、桐生さん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです。これはあなたのようなアマちゃんには遠い世界の話でしょうけどね。ならさっき俺を助けに来たのも俺を利用するためってことか。そうなりますね。あんた何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私にはその方面の才能があったようです。ただしあなたと違って私には私のために命を張るような仲間はいません。私の周りにいる人間もまた私のことを利用しているだけです。あなたが自分をバカと言うなら私もいくらか。そんなバカになりたかったと思います。立花、あなたを守ってくれる人たちはあなたが自分の損得で動く人間でないことを知っている。その上、あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる。そんな人間は特に今みたいな時代めったにいるもんじゃありません。残念ながら私はまだあなたのために自分の命までは張れません。ただあなたを信じて私の命を託すことはできます。立花、今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんね。よかったら一杯おごる。後にしましょう。この車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。お、小田さん。小田？この町にもわずかですが東上界の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。大丈夫か？撃たれたんじゃないのか？おい、立花！社長！しっかりしてください！社長！撃たれたわけじゃないのか？なんか持病とかかな？はい。ということで、じゃあここで、結婚式18回分。その例えはどうなんだ？ここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。良ければ次回もよろしくお願いいたします。